はい、こんにちは。今日はですね、辛い出来事の忘れ方というテーマで、お話ししたいと思います。生きているとですね、やはり辛いことっていうのは嫌でも起きるもんでですね、私もですね、もちろん辛いこと、失恋とかありますね。でですね、そういう辛い出来事の忘れ方っていうのはですね、普段日常生活では意識しないと思うんですよね。で、もちろん学校でも習いませんよね。効率的な勉強法っていうことで、エビングハウスの忘却曲線をですね、出して、どうすれば効率的に、物事を覚えられるか、勉強できるかっていうことを記憶に残せるかっていうことは、すごく学校とかでも一般的に習うんですけれども、こう、物事の忘れ方っていう点ではですね、あまり、習わないですね。なのでですね、ここで解説させていただこうと思います。はい。で、一つ実験をですね、皆様に、ご紹介します。これは心理学の、中ではとても有名な実験なので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、白熊実験っていう、実験があります。で、これはウェグナーっていう、とても有名な心理学者の、実験です。結構古いんですけれどもね、もう何十年前とかになるんですかね。で、まずですね、この実験としてはですね、被験者の人にですね、白熊のビデオを見てもらいます。そして、3つのグループに分けて、1つ目のグループには白熊のことを覚えておくように伝えます。2つ目のグループには、白熊のことは考えても考えなくてもお好きなようにっていうふうに伝えます。そして3つ目のグループには、白熊のことは絶対に考えないようにって伝えます。そしてですね、これを1年後にどれだけこの3つのグループで、覚えているかっていうのをですね、このグループ間で比較したんですね。そうするとですね、その結果はですね、この3番で最も3番のグループは最も内容を覚えていたんですね。で、3番のグループっていうのは、白熊のことは絶対に考えないようにって言ったグループなんですね。まあ、つまりですね、人間はですね、考えないようにすると忘れることができないっていうことが、この実験から分かったんですね。で、なぜこういうふうに、考えないようにするとですね、記憶が定着していっちゃうのかっていう話なんですけれども、まあ、皮肉仮定理論って言ってですね、ちゃんとした理論的な部分はあるんですけれども、まあ簡単に言いますと、まあ白熊のことを考えないようにって、まあコントロールしようとするとですね、まず自分の中で頭の中チェックしないといけないですよね。で、その時に常に白熊のことについて意識しないといけなくなっちゃうんですね。まあつまり考えないでおこうっていうことがですね、むしろ逆にですね、白熊のことを考えさせるような状態を維持させてしまうっていう、そういう皮肉な、感じになるわけです。なので、まあ、考えないようにってよくすると忘れることができないっていう、ちょっと悲しい現実になっちゃうわけですね。はい。ではですね、嫌なことを忘れるためには何をすればいいのかっていうことですね。ここに、つらつらと書かせていただきました。で、まず1点目はですね、まあ、興味の対象をですね、別のものに移すっていうことですね。まあ、嫌なことがあったらですね、別のことに集中しましょうっていうようなお話です。まあ、嫌なことがあるとね、もうずっとそのことにつきっきりになっちゃうんですね。それが頭から離れないっていう状況になって、視野狭窄な状態に陥っちゃうんですよ。間違いなく。で、目の前のことで目にもう本当にいっぱいになっちゃうんですね。なので、まず視野を広げるっていうことをですね、意識していただいて、で、まあ、楽しいことなり、まあ、趣味でも何でも結構です。自分の好きなことをですね、やってみるっていうのがいいんじゃないかと思いますね。で、それから二つ目はですね、自分を受け入れるっていうことですね。まあ、ひどいことがあっても、まあ、自分なんでね、許してあげるっていうのがね、大切ですよ。うん。自分を責めてはダメですよ。うん。
どんどん苦しくなっちゃうんでね、自分を受け入れてあげましょう。はい。それからですね、良かった点、学びを書き出すっていうことですね。嫌なことにでもですね、良い点っていうか、プラスな面って必ずあると思うんですよね。まあ、物事にはプラスの面とマイナスの面が必ずありますからね。良かった点を書き出すっていうのはとてもいいことだと思います。まあ、失恋とかでもね、その失恋から学ぶことってあると思うんですよね。まあ、反省して次に生かすとかね、そういうことを、意識するっていうのがいいと思いますね。それから新しい目標を持つ。まあね、最初の興味の対象を別のものに移すと、まあ、似たような感じかもしれないですけど、やっぱり新しい目標ができるとね、それに向かって頑張ろうっていう前向きな気持ちになれますからね、そういう嫌なこととかもね、忘れやすいんじゃないかと思いますね。で、あとはですね、もうこれが最強だと思うんですけれども、時間が解決してくれるのを待つっていう、これは間違いないです。どんな出来事でもね、人間っていうのは必ず、興味が薄れて、忘れていくものなんですよね。必ずです。必ず忘れていっちゃいます。本当にもう半年とか一年でだいぶ変わってくると思いますね。なので、まあ、その間は辛いことがあるとは思うんですけれども、まあね、その時が解決してくれるっていうことを知ってるだけでもね、心強いんじゃないかと思いますね。で、あとは下に書いたんですけども、お酒はダメです。はい。最近の研究ではね、お酒を飲んじゃうとですね、まあ、やけになって飲んじゃうとですね、記憶を定着させるような、実験結果も出てるみたいなので、これは良くないですね。それから、あと人に話して回るのは NG ということで、人に話して回るのもダメですね。なんか嫌なことがあると、いろんな人に話す方もいらっしゃると思うんですけども、そうやってアウトプットするっていうのは、記憶定着させるっていうことですからね、それはあんまりやらない方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、以上がですね、嫌なことを忘れるにはということで、動画を撮らせていただきました。でね、まあ他人と過去は変えられないんですよ。他人と過去はもうどうしようもないんですよ。なのでね、まあ、自分が今できること、自分が影響力を持てるところに集中する、フォーカスするっていうのをね、常に意識して、そうすればね、ストレスも和らぐと思いますし、嫌なこともね、多少なりとも、ちっちゃく、自分の中でちっちゃくなっていくんじゃないかと思いますんでね、もう変えられないものはしょうがないと。で、あとはもうね、ここに書いたようなことをしていただくっていうのをね、実践していただいて、嫌なことを少しでも、忘れて前向きに生きられるように頑張っていきましょうっていう、お話でした。もう初めてこういう、パワポ形式で撮るんでね、ちょっと不慣れな面があって、まあ、自分でも、もうちょっと改善するべき点はあると思うので、これからも、動画を撮ってはアップして、自分なりに分析してどんどん改善を加えてですね、皆様のお役に立てるような動画を撮っていきたいと思います。はい、それでは今日はありがとうございました。